なんですけど、結構常にストーブがついててあったかいので、完全に休眠っていうわけではなくて、結構こまめに霧吹きとか、あと晴れた日にはお外に出して一回水あげたりとかもしてます。でも基本乾かし気味です。もうすっごい、もうめっちゃ乾いて葉っぱが緩いなって思ってからお水あげる感じです。あとはもう、植物によって違うんですけど、湿度の多いところに住んでる植物はもう気がついたらこんな感じで霧吹きしてます。あとコチョウランとか。でもね、観葉植物は結構基本乾燥地帯というよりは湿度の高いところで育ってる植物が多いので、冬場でも結構空調で乾燥したりするので、まあ、部屋に洗濯物干したり加湿器つけたり、まあ、あとはもうこうこまめに霧吹きしたりっていう感じでやってます。これはクリプタンサスです。アナナスの仲間で、こうやってもうドボドボに濡らすぐらい霧吹きしてます。あとこれはまた紹介します、刺し目で増やしたザミオクルカスのブラックの方です。黒いリーフです。これもすごく土は乾かし気味にしてます。でも湿度はある程度必要なので、霧吹きはこまめにしてます。これのお母さんがこっちです。お母さん株です。最初出てくる新芽は緑なんですけど、しっかりブラックになってくれます。観葉植物でこんな黒い葉っぱとかって珍しいと思うので、ちょっと最初高かったけど、もう一目惚れして買いました。ザミオクルカスも基本すごく強いので、お部屋の温度があったら全然越冬してくれます。基本乾かし気味です。これは葉差しをしたんですけど、葉差しの様子は別の動画で紹介したいと思います。そしてこれはシフレラ、2年ぐらいもう植えっぱなしなんですけど、もっと本当は背がだいぶ高くて形が悪くて歪んで葉っぱついてたんですけど、ちょっと今年サイズダウンしたくてカットして、ここで葉っぱが出るようにしてみました。下の方にも葉っぱが欲しいので一度カットしてみます。この辺でカットします。サイズダウンしたい時は少しずつ切って、ここの先端に葉っぱがつくように、コンパクトに仕立てたい時はそんな感じで手入れしてます。またそれも動画で紹介したいと思います。シフレラもすごく寒さには強いです。このリビングじゃなくても室内の無加温のところでも全然越冬してくれます。あとこれがコチョウランです。買ってからもう1年以上もっとかな、1年半ぐらいは経っていると思います。満開近くまで咲いてきました。花芽が今年もめちゃめちゃ出てくれてます。今年植え替える予定だったんですけど、植え替えれてないので、水苔とかすごくちょっとね、緑っぽく苔ってしまって汚いんですけど、でも葉っぱはこんな感じで元気で、花芽もいっぱい出てきてくれてます、四方八方に11月までは外の日陰、明るい日陰で育ててました。で11月後半、今年はちょっと寒くなるのが早かったので、11月後半ぐらいから室内に入れてます。室内に入れてからもう10日ぐらいは経つと思うんですけど、まだ一度も水やりはしてません。霧吹きは毎日じゃないけど結構こまめにしてます。春から外に出して育ててる間は活力剤あげたり液肥もあげてました。ちょっと新しい葉っぱがここで曲がっちゃってるのが気になるんですけど、でもね、葉っぱはすごいツヤがあってグリーンが綺麗です。コチョウランに霧吹きするときはこんな感じで根っこの方にも霧吹きしてます。またお花が咲いたら1年の流れを紹介したいと思います。それから、こっちの花の上に置いているのがセントポーリアです。今だいぶ葉っぱがかなり柔らかくなってます。お水を外に出してジャーってあげてもいいんですけど、もうめんどくさいのでこの霧吹きで軽
冠水するみたいに根元に水を与えてます。これだけでも十分またあの葉っぱがパキッと戻ってくれます。そしてこれもセントフォーリアです。結構乾いてる感じでも葉っぱはまだ結構パキッとしてます。まだ葉っぱがパキッとしてるので明日でもいいかなっていう感じです。ちなみにこんなんは100均で売ってます。これはハイドロコーンで植えたポトス。ポトスもね、かなり湿度の高いところで本来は生きている植物なのでこんな感じで切り抜きしてます。ハイドロの植物にはたまにこのまま使えるキュートっていうシリーズが売ってると思うんですけど、これをもう入れて黙ってたあれなんで、こんな感じで霧吹きしてます。それからですね、これがプロテアです。キングプロテアをちょっと刺し目にしてみてるんですけど、これも11月ぐらいまでは外の明るいところに置いてて、本当は、ね、4本やったんですけど1本は枯れちゃいました。結構前からやってるんですけど、根っこを見てみたけど全然出てなくて、でもまあ葉っぱはこう緑のままなのでこのまま春まで室内で育てようと思います。リビングなんですけど寒い時は夜の温度が5度以下になって下がってしまうので、そういう時はこのビニールをこうやってカバーして寝てます。これだけでも少し違うと思います。まあ、普段はカビてきたりするのでちょっとこんな感じで開けてます。ちょっとあんまり可愛くないんですけど、まあ、植物優先でこんな感じで管理してます。そして窓際に置いてるのがサンセベリアとか、これがペペロミア、刺し目で増やしたペペロミアのリースになってます。アングラータと、これがカペラータのバーガンディリップルやと思います。アングラータがだいぶカペラータの方に占領されてます。これも、ついこの間12月になってからお部屋の中に入れました。そしてもうこれはかなり前から植えっぱなしのサンセベリア、めっちゃ太くなってます。もうアロエみたいな太さになってます。これもついこの間まではお外の明るい軒下に入れてました。雨には濡れないところに入れて育ててました。で今からはこのお部屋の一番窓に近いところに置いてます。でも窓の直射日光はあんまり良くないと思うので、まあ、冬の日差しは結構柔らかいんですけど、オーレアのものとか焦げやすいものもあるので窓のすぐ横に置くのはちょっと植物を選ぶとか注意した方がいいと思います。急に日陰に置いてたものを窓際に置いちゃうと葉っぱが焦げたりすることもあるので、これは多分虫かなんかやと思います。最近の住宅は気密性が高くて、そんな窓越しやから寒い夜寒いとか隙間風が入るってことはないと思うんですけど、でも窓越しって結構お昼は暖かくて夜は寒いみたいな気温の変化が大きい場所なので置く植物は注意した方がいいと思います。これがアンスリウムと、これもペペロミアとフィットニアが割ってます。でもやっぱりフィットニアが一番ちょっとタラーってなってきます。ペペロミア系はすごい強いのでまあまあの寒さまでは耐えてくれると思います。寒い時に水がたっぷりあると枯れやすいので土は乾かして、これも湿度は保ってっていう感じに。これがこの間カットして入れたフレンチシンゴです。外の軒下に置いてたけどカットして中に入れます。これも葉っぱがもっとねタラーってこうパカーって割れて葉っぱの裏が見えるかぐらいになってから水あげてます。それぐらいまではもう霧吹きだけで十分やと思います。こんな感じでテレビも濡れながら霧吹きしてます。
これも今年刺し目で増やしたポトスのエンジョイとペペロミアのこれはグラベラ、下にアングラータも入ってます。ポトスエンジョイがすっごい伸びたんですけど、これもこの間カットして中に入れました。ずっと外に置いてたので、どうしてもお家の中に入れると一緒にカメムシも連れて帰ってきたりするんですけど、まあ、カメムシはね見やすいのでこの辺歩いてたらペットボトルでこう捕まえて捕獲するんですけど、他の虫ももう一緒に連れて帰ってくるの嫌なので、お部屋の中に入れる少し前にもう一回オルトランしたり葉っぱにもスプレーしたりしてます。一応虫がいないようにしてから中に入れるようにしてます。これも刺し目で増やしたペペロミアのプテオラータとこれグラベラ、あとフィットニアです。これもついこの間までお外で育ててました。12月になってから中に入れた感じです。葉っぱ触ったらすごくよくわかるんですけど、葉っぱの厚みが一番薄いのがフィットニアなんですけど、フィットニアもすごい張りがあってパキッてしてます。まだお水はあるっていうことなので霧吹きだけで OK です。そしてこう窓があって今窓の外に置いてるのはバラ、よく咲いてくれてます。今シーズン最後よく咲いてくれてます。それからちょっと場所がなくてちょっとこの反対側に置いてます。今まで外の軒下、明るい軒下に置いてました。そろそろカットしてお家に入れます。ステリオスペルマムはもう高さ半分ぐらいでカットします。環境が変わらない場合はそんなにカットする必要はないかなと思います。でもね、結構あったかい国の植物は冬お部屋の中入れても葉っぱ落とすことがあるので、私は最初から、特にステレオスペルマムは成長も早いので冬はカットしてます。今気温が、今日はめちゃめちゃ寒くて最高で10度、来週はちょっとあったかそうなんですけど、お水がカラッカラなので今日は寒いけど中入れる前にお水やり少ししてから中に入れたいと思います。お部屋の中入ってからお水あげるの結構大変なので、お外であげてからお部屋の中に入れます。カメムシも一緒に部屋の中入れないようにチェックしてます去年は無加温の部屋で越冬したんですけど、今年はこのあったかいリビングに入れてみました。お部屋に入れてもこうやって茶色くなって葉っぱポロポロ落ちてくると思うんですけど、ゴッドセフィアナも落葉するし、ドラセナも結構寒いと落葉してくるんですけど、落葉してきた時にお水がないんかなと思って、あ、お水忘れてたと思って慌ててお水やりすると、それがかえって致命傷になったり、とどめ刺すことになってしまったりするので、冬こそ土の状態をもよく見て、寒くて必要最小限の葉っぱで振っていこうとしてこう落としてるっていうことが結構あるので、
冬こそお水やりに注意したいと思います。で、一回もねお水をたっぷりあげてしまうと、急いで乾かすとかっていうことができないので、特に冬は控えめで育てたいと思います。こうやってこれからハラハラ落ちてきますお掃除がちょっと大変ですけど、今年はリビングで過ごしてもらいます。これから徐々に、まだ軒下に残ってるものがあるので、もう少し中に入れたいと思います。で、お外に置いてるものを軒下のスペースに移動したいと思います。ストレップとかパスです。カーパスもこれからちょっと剪定して中に入れます。この株はお外にかけてたので、もうちょっと寒さでだいぶ傷んでます。今12月の初めで、結構年内いっぱいぐらいはお花咲いてるんですけど、もう室内に入れるのでカットしたいと思います。軒下に置いてたのはまだちょっと葉っぱが青してます。今年も刺し目の動画をアップしたんですけど、刺し目も結構簡単につきます。なのでこれを春に向けて刺し木しとくのもいいと思います。ちょっとこれは一度無加温のところで越冬してみようと思います。こっちは小さいのでリビングの少し暖かいお部屋に入れて越冬しようと思います。このまま切らずに室内で楽しんでみます。そしてこれが親株です。これもカットして中に入れます。一度お水あげてから中に入れたいと思います。カラン声がもうかなり伸びて、昨日は夜嵐でかなり寒かったんですけど、今お花が咲いてきてます。もうそろそろ軒下に入れたいと思います。その隣のじゃあもうそろそろ軒下に入れようと思います。ルームキーがもうめちゃめちゃ大きくなりました。今まで観葉を置いてたところに多肉植物を持って入ってきました。ここは結構明るいんですけど、雨風はしのげるんですけど、でも気温はかなり低くなるので、水は本当もう全然1ヶ月に1回もあげてない感じです。水あげるって言ってももう本当株元にちょっと出したりするぐらいです。ほとんどあげてないです。外で耐えれるのもあるんですけど、カラン声が無理ですねその他は結構お外で耐えれる植物がほとんどなんですけど、中に入れてみました。あとはゼラニウムです。今年は軒下に入れて越冬しようと思います。軒下に入れてて
結構日が当たるところだったら冬でもお花上がってたりします。でも一旦まあちょっと切って、これも今硬いですけど結構つぼみが上がってます。ほんまに白く乾いてからでも何日も大丈夫なぐらいなので、かなり乾かし気味に育てます。こっちは今年から育てたチャンピオン、チャンピオンです。これも軒下に入れて越冬します。そしてこっちはチャンピオンのレッドです。普通のゼラニウムに比べてお花がすっごい大きいです。冬は肥料も足さずかなり乾かし気味で軒下で育てます。多肉の寄せ植え、これも軒下で過ごします。アオルチアも軒下、一年中軒下です。あとリップサリス、リップサリスは無加温の室内に入れようと思います。カーバスも室内に入れます。ちょっと満員になってきた。満員御礼になってきました。そしてここは無加温のお日さんはちょっと窓越しで当たるところ、ここに、バオバブの木、もう完全に落葉してます。完全に落葉して休眠状態 なので春までここで待機してもらいます。そしてこれコウモリラン、コウモリランも比較的寒さに強いので無加温の、ここで全然越冬してできます。たまに上に上がってきてはしごで上がってきてこんな感じで切り口します。でももうね、寒い時はもうほぼほったらかしで何もしてないです。10度ぐらい気温がある日とかはこんな感じで切り抜きしてます。あとここにもう少し、これはブーゲンビレアとか、ブーゲンビレアとかも無加温の室内で全然越冬できると思います。ブーゲンビレア強いやつやとこの辺やとちょっとでも株が軒下に入ってたらお外でも越冬できるんですけど、なので関東の南の方とか近畿地方も和歌山県とか、九州とかでは多分お外で越冬できるんじゃないかなと思います。はい、でもまあこの辺はちょっとお部屋中入れてます。まだもうちょっとここに、お外から持ってくるものがあるので結構ここ満員になるぐらいまで中に入れようと思います。だから冬ははしごここおきっぱですこんな感じです。ストレプトカーパスとブーゲンビレア、これは開墾植物コーデックスのペラルゴニウム、それからリプサリス、バオバブの木とコウモリランです。無加温の場所で越冬してもらうメンバーはこんな感じです。あんまり落葉して寒いようだったらストレプトカーパスとかもリビングに入れてあげたいと思います。以上、今日は雨なのであったかい室内でお届けしました。ご視聴ありがとうございました。